前科三番893番ちょい太郎です。本日のお話は刑務所で仁義をね無視したヤクザのお話なんですが、今は違いますよ。20〜30年前は衛生府初期総府っていわゆる立ち役っていう人たち、刑務所の中の工場の中でも文書を書いたり配膳をしたり掃除をしたりとか特別な係の人がいるんですよ。もうそれをやれるのは仇の人、仇の真面目、行状が真面目で、まあ計算できて読み書きできるっていう人たちがやる係がいる。んです。その当時は初期の人たちが身分証見れたんですよ。身分証というのは刑務所に入るいわゆる懲役、囚人とは言わないんだけど、ね、囚人っていうのは分かりやすいですよね。の人たちの身分証っていうのがあるんですよ。初犯から捕まった、罪名、行状、何度来た、どういう風だっていうことを端的にまとめたものが、これは刑務官しか見れないものなんですね。本来は。ところが、その当時は初期が見れて、身分証が見えて、生年月日、住所、それから罪名っていうのが全部分かったんで、廃役審査会を受けて、何々工場、例えば1工場に、三人とかなると、もう準備をしなきゃいけないから、その初期の人間たちはわかるわけですよ。名前と年齢、もうそれで準備していくもんだから、そうするとそこに何々会とか何々組っていうのが全部書いてあるわけですよ。で、それを、その、例えば山田組の組員の人間だったら、その工場にいる山田組の人間に教えるわけですよ。あ、今度来ますよ。山田組の組員の人、山田組何々会の人が来ますよ、と。あ、そうなんだって言うと、もう、そしたら自分のところの系列の組員っていうのは、世話じゃないけど、引き回しって言って、挨拶して、まず、こう、自分たちで、うちは、この、ここの工場は何人この山田組の人間がいるから。で、今度は、そこでちゃんとしてから、よその違う段階、田中組鈴木会の人間たちに引き回して挨拶をして、うまく生活を、問題なくするっていう、うまい互助システムがあるわけですよ。自分のところ組だったら、そういう風に便宜を図ってあげるっていうような、まあ、そりゃそうですよね。これ同じ組って言ったら、まあ、そうなるわけですよ。ね、山田組の人間が来るということで、まあ、ちょっと、退役だって言って来た時に、パッと横に行って、山田組だよね。あ、自分何々なんで、まあ、後でよろしくねっていうような、あ、よろしくお願いします、みたいな感じになるんです。それ、なんか、ちょっと、おっちょこちょいの人間が言って、声かけたら、無視されたって言うんですよ。いや、なんか、あいつ無視してるから、なんだろう、みたいな。みたいな話。そんなことあまりないですよ。あまりない。ほんで、もう一人の人間が言っても無視して、うるせえ、みたいなこと言われたって言うんですよ。いや、これはなんか大事だぞって、自分関係ないんで、そこの組の人間じゃないもんで、なんか面白いことになったぞって。いや、間違ってんじゃないのって。でも、身分証にそれが書いてりゃそうなるもんだから、やっぱそうなりますわね。でもまあ、その身分証が間違ってるってよっぽどないんで、だけどその人間はもう何が虫の居所が悪かったか誰が言っても無視してるわけですよ。で、それが大体午前中来るんで、昼。で、そこの山田組の中でもうちょっと、まあ、元気がいいイケイケの人間がいるわけですよ。じゃあ、俺が、ね、話すっからっていう話で行ったんですよ。行って、じゃあ、昼のところにもそこでもう、無視されるみたいな形になった。だもう収まりがつかないからどういうことになったかって言ったら、昼の飯の後にもう俺ら飛ぶからっていうことをもう工場中に伝達が出たわけですよ。もう引っ込みがつかないから。そうすると、もう普通仲が良かったら、もうやめときなって言って、みんながもういいよそんなことしなくてもっていう風になると、そうなるんだけど、そうだよね。仕方がないよね、それ。そうだ、もう言った以上やるしかないよね、みたいな空気になると行かなきゃしょうがなくなるわけですよ。で、昼の飯っていうのは、その工場とか別なんで、ご飯食べるとか別にあるから、ご飯食べる前にやられると、みんなご飯食べれなくなっちゃうんで、やめてほしいから食べ終わった後なんですよ。会食してあって、全員整列して行って、いただきますって言って、で、食べるわけですよ。で、食べ終わったらごちそうさまってして、テレビがつけれるわけですよ。その瞬間に行くっていうのが分かってるんですよ。もう、遠いとこでも。だいたい侵入のとこって一番端っこなんで、その人間も古いから、もうテーブルに乗って走ってそこめがけて、思いっきり飛びかかりに行くんですよ。その時に、やっぱり、あ、すごいな、喧嘩慣れしてるのは、もういきなり、続きかましに行くんで、あ、すげえなと思って、もう、こっちは飛べないし、もうみんな飛べないんで、もう担当見て、
大体その40人ぐらい工場だと、担当と補助する、あの、刑務官が2名いるわけですよ。もう、その2人が制圧にかけに行って、非常ベル鳴らせって言って、初期の人間は鳴らす。もう、あ、もう警備隊が来るっていうのは分かって、もう、親父が握ろうと思ったり、穏便にするんなら警備隊は、あの、呼ばないんですよ。警備隊呼ぶと、大げさになっちゃうんで。だからその間に勝負つけなきゃいけない、勝ちに行く形にしとかなきゃいけなくて、その警備隊が来た時に収まってればいいんです、いいんだけど、警備隊が来て収まってないともう本当に引きずられるようにしてぐっちゃぐちゃにされていくんで、まあそれ見てたらもう結構相手もあのやり合うっていうか、もう瞬発的に行かれて飛びかかれたとこってやられた方が不利で応戦することってあんまりないんだけど、やっぱりその人間も構えてたのかもしれないけど、結構応戦していい勝負で、でそんなことこんなことやってる間にやっぱり警備隊と担当が押さえつけられて二人とも連れて行かれて、そんな時もみんなああもうね、それはだって自分とこの者同士でやってくしゃくしゃになってもらうのも、予測の自分なんか関係ないとかでも何やってんだって話なんだけど、でもそこの組の人間って言ったら勢力が半減しちゃうんで、みっともない話なんですよそれって。ね、これね、大の大人でさ、大のおじさんたちがやってることですからね。あのこんなことが今もね、多分バンタビバンタビあるんだと思いますよ、刑務所の中で。本当に刑務官の皆様ご苦労様ですというお話です。